フロムダス・クティルドーンには1999年のアメリカ合衆国のホラーアクション映画。監督はスコット・スピーゲル、出演はロバート・パトリックとボー・ホープ・キンスなど、吸血鬼を題材としたホラーアクション映画フロムダス・クティルドーンの続編。アメリカではオリジナルビデオとして制作され、日本では2001年に劇場公開された。なお、 同じ1999年には一作目の前日短となる第三作フロムダスクティルドーンさんもオリジナルビデオとして制作され日本では2001年に劇場公開された銀行強盗のバックは家業から足を洗うつもりでいたが脱走した強盗仲間のルーサーからメキシコでの銀行強盗を持ちかけられるしかし ルーサーは途中で立ち寄った酒場、キキツイスターで、バンパイアの餌食になってしまい、バックの仲間を襲って、バンパイアとし、バンパイア強盗団を結成する。自分の仲間が皆がバンパイアになってしまったことを知ってしまったバックは脱出しようとするが、彼らを包囲した警官隊と、ルーサー率いるバンパイア強盗団の壮絶な戦いに巻き込まれてしまう。カッコ内は日本語。 吹き替えろ点てトマトズによれば、11件の評論のうち、高く評価しているのは9%に当たる1件のみで、平均して10点満点中に、72点を得ている。ありがとうございます。